着物ミュージアムにようこそ。こんにちは、シーです。いつもお世話になっている方にグランピアに連れてきてもらいました。初めての水族館で、しかも直前までよく知りませんでした。行ったことがないのでとっても楽しみです。それではご覧ください。顔が可愛い。え、始まった原因はそのままで使うことができないため。ちゃんと科学館って書いてある。科学館って書いてるの。ほんまや、書いてある。今気づいたね。ちょっと今気づいた。シドパイニアに来た。ホテルかわいい。魚の絵上にありました。ここに。こっちにある。あ、本当だ、やった、ね、顔が。広がるところを見れるって感じ。なんか時間かかりそうですよね。クラゲイラスト。こっちにもある。あ、いっぱいある。なんかライトアップされててかわいい。あ、クラゲコーナーだ。これかわいいな。これめっちゃ光の色がめちゃくちゃかわいい。綺麗だよね。でもあんまりクラゲっぽくないですよね。それだとわからんから。本当だよね。フィッシュハウスって書いてる。あ、これなんか有名な子じゃないですか。この石垣フグで。これ魚くんがすごい好きな魚ですよ、ね。確か。石垣フグ。もしのはハクフグで、なんか名前つけてて一匹一匹。人の水族館の方に勝手に名前つけてて。自分のそのなんだっけ、フィッシュハウスで飼ってたのに名前つけて飼ってた。それでなんかいろんなとこに傷をしたりしてたから。マリンちゃん、やっぱ名前ついてる。本当に近づらん。確かにちょっとこうなんか無垢の叫びみたいな顔。何現象だ。ちょっと待って、ちょっと唇すごいことになってるよ。あ、そっか。大丈夫？どうした？すごい。唇痛いよ。痛そう。これ本人はこれでいいの。この花見の傘も立派だな。結構でかいな。かわいいな。
あ、本当だ。あ、亀吉。亀吉だ。これ亀吉水なんですね、これ。あ、そう。なんか結構地元の人にとっては結構すごい衝撃の事実。本気で食べに来る。かわいい。なくなっちゃったよもう。怖がってこない。さかなクンはどうしてさかなクンになったの？大事ですね。たまにいますもんね。ていうかさ、ゆりかもめの絵めっちゃうまくない？うまいですよね。特徴すごく取られてる。今回は初めて、モグランピアに連れてきていただいたんですけど、すごくご当地感があふれる温かいこじんまりした水族館でした。さかなクンの展示もすごいさかなクンの人からの良さと魚への愛にあふれてて、ちゃんとその面白いだけじゃなくて学びの面もあり、科学館的な側面もすごい強い水族館だったので、環境の地域の環境のこととか、あと震災のこととかも学べてすごくいいなと思いました。ということで、いかがでしたか？今回の動画が楽しかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。それじゃあまたね。